スティーブン・ユアンはアメリカ合衆国の俳優。AMC のテレビドラマ、ウォーキング・デッドへの出演で知られる。韓国系アメリカ人。ソウル特別市で生まれ、ミシガン州トロイで育つ。両親はデトロイトで美容用品店を経営している。2005年、カラマズ大学で心理学の学士を取得する。1年生の時に即興劇団モンクプルトを見て、 演技と即興劇に関心を持った。文句プルトのオーディションを受けたが一度は落ち2年生の時に入団した。ユアンは、ロースクールや医学部に入る代わりに、シカゴで即興劇を続けたい考えを両親に明かした。両親は、この決定に不満を持っていたものの、彼を支援し、演劇を続けるために2年間の猶予を与えた。2005年に、シカゴに移り、 リンカーンスクエアで兄弟と共に住み始めた。卒業後すぐにアジア系アメリカ人で構成されたスケッチコメディグループであるスティアフライデーナイトに参加した。2009年10月にロサンゼルスに移る前にはシカゴでセカンドシティに入っていた。2016年12月3日、長年の恋人である写真家のジョアナ・パクとロサンゼルスで挙式を行った。 2018年に出演したイ・チャンドン監督作バーニング劇場版での演技が高く評価され、米国の第44回ロサンゼルス映画批評家協会賞において助演団優勝を受賞する。2020年制作総指揮も兼任した主演映画ミナリでの演技を高く評価され、アジア系俳優としては初となるアカデミー主演団優勝ノミネートを果たした。 ありがとうございます。